日本徳島県小松島市金井署町近伊署町は徳島県小松島市の町名。郵便番号は郵便番号773-0007。2016年2月末現在の人口は2639人、世帯数は1165世帯。小松島市の中心部に位置。市街地の南東方に位置し、北から東は小松島湾に臨み、西は JR 麦線を境として、田野町に北西は主導を隔てて、大須町に接している。芝生川が中心部を投流して、小松島湾に注ぎ、河口は近畿磯港となっている。海岸線に沿って旧道が東西に走り、中央部を徳島県道120号徳島小松島線はほぼ南北に貫通して、県南地方に通じ、商店、住宅地が増加して、 死害化しつつある。金印祖工は1959年、1万トン岩壁の完成により、鉄鋼団地が造成され、山本鉄鋼所をはじめ17の企業が進出し、海面の埋め立て地には、日本製菓放送や原木市場が立地している。金井祖町は、元海岸の干潟で、同地の豪能ただけによって、神殿の造成が行われ、法歴12年。 国心の末、金磯った村として成立した。戦前は農業が主産業であった。金磯った村は江戸時代から明治22年の勝浦軍の尊名。江戸期は金磯ったと称した。当地は元小松島村、田野村、芝生村、被害の村の電磁化小筒み貝の周先で、元禄年間以後の新田開発により成立。徳島半寮。 明治4年に、徳島県、同年に、明東県、明治9年に、高知県を経て、明治13年に再び、徳島県に所属。明治22年から明治32年までの間は、金磯日タという大技なであった。干潟であったところを水田に造成した日田地域で、出田が多く稲作農業が営まれた。明治32年から昭和32年までの間は、 金磯という大技なであった。はじめ小松島村、明治40年に小松島町、昭和26年には小松島市の大技となる。昭和21年の南海大地震により小松島市の海岸地帯は約60センチメートル地盤沈下し、とりわけ金磯地区は被害が大きく、元来海抜0メートルの地帯であるために、水田は全部海面下に沈下して、 全地域にわたって壊滅した。昭和32年より現在の小松島市の町名となる。昭和45年に小松島下の町の一部を編入。昭和34年、小松島港拡張計画により1万トン岩壁の工事が完成し、1万トン級の外国貿易船を受け入れることができるようになった。ありがとうございます。